La 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 da da. La 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 da da. La 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 da da. みんなもが揺れるように。雲が移り流れるように僕らも生きている We are under the sky 大地が芽吹くように花が咲いて枯れるように僕らも生きている We are under the sky心つなごう
今日は本当にいつも弾き語りでやってるんですけど、ピアノのヤンシーさんが参加してくださいました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にたくさんの曲をね、一緒に演奏させていただき、ヤンシーさん、いろいろ私の今日ねお届けしたジョイという曲も一緒に作らせていただいて、あれも2018年ぐらいから作ってましたよね。2018年か19年、そうですね、結構長くかかったんですよね。1年ぐらいかけて、1年ぐらいかけて撮ってましたよね。そうでしたね、構成とか決めて、なんか本当にいろんなこうセクションを歌ってて、それを最後ヤンシーさんがミックスアップしたんですよね。ゴスペル寝てたらゴスペルだっていうお告げが、そう僕は家で寝てたらなんかいきなりね夢でこう、あの曲はゴスペルにしなさいみたいな感じでこうバーッと降りてきて、でむくっと起き上がって夜中にアレンジしたのがあれなんですよ。いやーそうだったんですよね。なんかずっとアレンジをこう詰めてたんだけど、ヤンシーさんこの感じなのかなとかって2人で言いながら、でもこんな感じこんな感じってずっとこうやってて、でその時に夜ね夢見て、ゴスペルをやれって言われて、そしたらもうそのバージョンが素晴らしくて、これですヤンシーさんって撮ったんですよね。なんか歌詞もすごく時間をかけて作った、大切な本当に曲で、ライブでもやっぱり一番最後にやることが多くて、私もねもうあの頃やっぱりすごいモードがゴスペルに入っちゃって、そうだよね、なんですかね、なんか子供産んだ後だったから、自分もその神聖な感じ、自分が母親になっていくプロセスとか、自分からこう人が生まれてくることとか、なんかもうよく泣いてたもんね。そう、よく泣いてましたよね。ホルモン崩壊して本当にライブ中もボロボロ泣いたりねしてましたけど、だからあの時はすごいそういうちょっとルーツ的なところに戻る時期だったんですかね。母になるとゴスペルがなんか、ね、響く響きますよね。どんどん深くなってるんだね。なんかね深くなってるし、こう言葉とかはすっごいシンプルになって、したいなっていうふうに思ってきて、なんかもう子供も歌えるものを作りたいなとか、なんかねそういう気持ちになったり、いろんなね時期がありますけどね、なんかこう私のすごく私らしい、今の私っていうのをすごい表現できた曲かなと思って感謝してます。本当にありがとうございます。はい、ということで、ヤンシーさんいろいろね私の曲も書いてくださってるんですけど、自分のご自身のアルバムが出ました、ドリーミンパラダイス、これ去年リリース。コロナ禍にふわーっとした世界でこれからのね夏の季節にぴったりの一枚なんですけど、もう細のアルバムフリークですから、もう70年代のああいうちょっとのんびりした感じの、
ね、あのスティールパンとか入ってて、ね、そうなんですよ、こうすごいなんかね、旅行行けないじゃないですか今、だからこういうの聞くとちょっとこう旅行行った気分になるっていうか、すごいなんかいいアルバムで、これ12曲入ってますけど、うん、全部ご自身 で、 そうです、ねね、曲も書いて歌も歌って録音も自分でしてね、ねすごいですよ、すごくいいアルバムなので、ぜひ皆さんゆるゆるですけど、ね、でこれ今どこで買えるんですか、これはね通信販売のみで買えるしかも CD のみで買えるというそうですよね、ジャケットもすっごい素敵なんです、ジャケットはね新井良次さんっていう、うん、本当に有名な絵本作家の、昔から本当に僕可愛がってもらってよく一緒に飲んでたんですけど、新井さんに今回お願いして、ね、今日のこのステージのような山とね、このまさにここの感じじゃないですかこれということで、はい、皆さん今日はありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、聞いてください皆さん、ドリーミーパラダイスいつも福原美穂の YouTube チャンネル、ご覧いただきありがとうございます、いいねシェア、そしてサブスクライブの方もどうぞよろしくお願いします。